知流団地は愛知県知流市にある住宅団地。日本住宅公団が造成し、1966年に入居が開始された。現在は後継の UR 都市機構が管理している。2018年時点で人口は約6300人であるが、日本人の高齢化率は約43%、外国人比率は約40%という、 特徴的な人口構造を持つ団地である。自動車産業が盛んな愛知県は、全国でも外国人比率が高い都道府県であるが、愛知県の中で最も外国人比率が高い自治体が、知留市である。2018年5月1日時点で、知留市の人口は7万1950人であるが、うち約4500人は外国人であり、約二千五百人が、知留団地。 またはその周辺に居住している。豊田市のホミ団地と同様に外国人居住者が多く、治安の悪化や貧困層のブラジル人による売春などが治流市当局による懸念材料となっている。居住者の出身国はブラジルを筆頭として、ペルー、フィリピン、中国、ベトナムなど十数カ国に及んでいる。治流団地の入り口には安城警察署、昭和交番があったが、 2015年には安城警察署が昭和交番を廃止しようとして住民との間で問題となった。安城警察署によると昭和交番管内での通報件数は多交番以下であるという。一方で住民は交番の存在が犯罪の抑止力になっているとし交番の存続を求めた。知理市長や知理市議会議長までもが存続を求める要望書にサインして 愛知県警に訴えた。2017年には昭和交番が昭和経ラ連絡所に移行した。日経新聞によれば、地流市の他地区に住む日本人は大きな理由がない限り、地流団地に足を踏み入れることはないという。団地内で行われる盆踊りがサンバになるなど、ブラジル人の文化が浸透しており、外国人住民も自治会に参加するなど徐々に多文化交流は、 進んでいるが、旧来からの日本人住民との言うは依然として、課題となっている。地流団地内には1967年開校の地流私立地流東小学校があるが、特に1997年頃から外国人児童が増え続け、1998年には日本語教室が設置された。2012年には外国人児童の比率が50%を超え、 2018年現在では約60%となっている。2014年5月14日、治竜団地で警察官が58歳の日系ブラジル人に拳銃で撃たれて負傷する殺人未遂事件が起こった。不審な男がいるとの通報を受けた安城警察署の巡査部長が現地に赴いて容疑者に職務質問をしようとしたところ、容疑者は 巡査部長の拳銃を奪って2発を発砲し、1発は巡査部長に右腕を貫通した。巡査部長は全治1週間の怪我。容疑者は母国ブラジルでは警察官だったという。昭和未来会議について、治癒士 AB 治癒士た文化共生推進プラン、治癒士 ABCDE、宿場町の同票治癒士調整を前に、 多文化共生の陰で住民の不安解消先に、中日新聞、2016年11月16日、愛知県治流団地での共生の実情まるで日本の、東洋外線850個に2000人の外国人、中島市議、相談増えた、日経新聞、2009年8月1日、銃奪った男発砲2発治流の事件、殺人未遂容疑で、 逮捕容疑者不可解な言動、住民通報警官、重回転部握り三発目、阻止中日新聞、2014年5月15日、死流の拳銃強奪発砲ブラジル人の男起訴、知見支部、障害罪など、中日新聞、2014年10月2日、ありがとうございます。